公共曲第28番委員長報冒険 I-28 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1765年に作曲した公共曲。公共曲第28番から31番までの4曲は実質原稿から1765年に作曲されたことが判明している。この中で28番の実質原稿は部分的に他と異なる種類の紙を使っており、 またエントブルフカタログ上では31番29番とは別のインクで下に書かれていることから他の曲よりも遅れて作曲されたと考えられる。3、4拍子。一見6、8拍子と見曲がうようなターあタタタのリズム音形が一貫して展開され独特の白節感、リズム感を持っている。ベートーベンに通じる手法である。再現部でで独が主題を歌うのが 印象的。二長調二、四拍子、そなた形式。弦楽器のみで演奏される。弱音器をつけたバイオリンの主題は、レガートとスタッカー,ートの交代により動きを持って進行する。バイオリンの隣同士の弦を移動して、同音を交互に弾く、弦楽器独自の処方が利用された珍しいメヌエット。同様の技法をハイドンは時々使用しており、 公共曲第45番の修学賞プレストに出現するほか、河津の愛称で知られる弦楽四重奏曲作品、50の6番の修学賞がよく知られる。トリオは弦楽器のみの異端調で、狭い音域をうろつき回るような戦律。第29番のトリオほどではないが、何かが欠けたような異様な音楽になっている。6、8拍子、そなた形式。 結果的に第一学賞と似た同期が使用されているが、すっきりとした小規模なそなたである。ありがとうございます。